皆さんこんにちは、人脚のちえです。アリサです。はい、アリサさん、だいぶ日本ご無沙汰じゃないですか、うん、いやもうね、2年半ぶりですね、うん、本当に今日本を堪能して美味しいもの食べさせてもらったり、この間も小豆島行ってました。おー、小豆島、ちょっとイベントでもね、うん、紹介してくださいましたよね、うん、はい。で、今回アリサさんがせっかく日本にいらっしゃったということで、アリサさん自身も皆さんとお会いしたいって思ってるっていうこともあり、うん、関西なんですけど、素敵な企画を計画しました。どこで？京都です。おー、京都のどこ？京都の、文化地区である平安神宮の隣にあるロームシアター京都っていうところなんですけれども、モダン建築 の前川邦夫が建てたすごい素敵な建物になっていて、周りに美術館もたくさんあって、うん、そこで皆さんと大人のアートの遠足っていうのを企画してます、うん、おー、いいですね。大人のアートの遠足、皆さんとお会いできること楽しみにしています、はい、ぜひご参加ください。ぜひ参加してください。